芥川龍之介藪の中多条丸の白状あの男を殺したのは私ですしかし女は殺しはしませんではどこへ行ったのかそれは私もわからないのです <laughs> まあお待ちなさい いくら拷問にかけられても知らないことは申されますまい。その上、私もこうなれば、卑怯な隠し立てはしないつもりです。私は昨日の昼過ぎ、あの夫婦に出会いました。その時風の吹いた拍子に、虫の垂れ絹が上がったものでおすから、ちらりと女の顔が見えたのです。ちらりと、見えたと思う瞬間には、 もう見えなくなったのですが、一つにはそのためもあったのでしょう。私にはあの女の顔が女菩薩のように見えたのです。私はそのとっさの間に、たとえ男は殺しても女は奪おうと決心しました。何男を殺すなどは、あなた方の思っているように大したことではありません。どうせ女を奪うとなれば、 必ず男は殺されるのですただ私は殺す時に腰の太刀を使うのですがあなた方は太刀は使わないただ権力で殺す金で殺すどうかするとおためごかしの言葉だけでも殺すでしょう <laughs> なるほど血は流れない男は立派に生きているしかしそれでも殺したのです 罪の深さを考えてみれば、あなた方が悪いか、私が悪いか、どちらが悪いか分かりません。皮肉なる、微笑み。しかし、男を殺さずとも女を奪うことができれば、別に不足はないわけです。いや、その時の心持ちでは、できるだけ男を殺さずに女を奪おうと決心したのです。 あの山城の駅のではとてもそんなことはできません。そこで私は山の中へあの夫婦を連れ込む工夫をしました。これも造作はありません。私はあの夫婦と道連れになると向こうの山には古塚がある。この古塚を暴いてみたら鏡や太刀がたくさん出た。私は誰も知らないように山の影の藪の中へ。 そういうものをうずめてある。もし望み手があるならば、どれでも安い値に売り渡したい。という話をしたのです。男はいつか私の話にだんだん心を動かし始めました。それからどうです欲というものは恐ろしいではありませんかそれから半時もたたないうちに、あの夫婦は私と一緒に、 山道馬を向けていたのです。私は藪の前へ来ると、宝はこの中に埋めてある。見に来てくれと言いました。男は欲に乾いていますから、依存のあるはずはありません。が、女は馬も降りずに待っているというのです。またあの藪の茂っているのを見ては、そういうのも無理はありますまい。 私はこれも実を言えば思うつぼにはまったのですから女を一人残したまま男と藪の中へ入りました藪はしばらくの間竹ばかりですが繁中ほど行ったところにやや開いた杉村がある私の仕事をしとげるにはこれほど都合のいい場所はありません 私はやぶを押し分けながら宝は杉の下に埋めてあるともっともらしい嘘をつきました男は私にそう言われるともう痩せ杉がすいて見える方へ一生懸命に進んでいきますそのうちに竹がまばらになると何本も杉が並んでいる私はそこへ来るが早いかいきなり相手を組み伏せました 男も太刀を吐いているだけに力は相当にあったようですが、不意を打たれてはたまりません。たちまち一本の杉の根が耐え、くくりつけられてしまいました。縄ですか縄は盗人のありがたさにいつ塀を越えるかわかりませんから、ちゃんと腰につけていたのです。もちろん声を出せさないためにも、竹の落ち葉を頬張らせれば、他に面倒はありません。 私は男を片付けてしまうと、今度はまた女のところへ男が急病を起こしたらしいから見に来てくれと言いに来ました。これも図星に当たったのは申し上げるまでもありますまい。女は一目傘を脱いだまま私に手を取られながら藪の奥へ入ってきました。ところがそこへ来てみると男は杉の根に縛られている。女はそれを一目見るなり、 いつの間に懐から出していたのか、きらりと小刀を引き抜きました。私はまだ今までに、あのくらい気性の激しい女は、一人も見たことがありません。もしその時でも油断していたらば、一月きに火腹をつかれたでしょう。いや、それは身をかわしたところが、無に無残に切り立てられるうちには、どんな怪我もしかれなかったのです。 が、私も多情丸ですから、どうにかこうにか立ち抜かずに、とうとう小型の打ち落としました。いくら気のかった女でも、獲物がなければ仕方がありません。私はとうとう思い通り、男の命は取らずとも、女を手に入れることはできたのです。男の命は取らずとも、そうです。 私はその上にも男を殺すつもりはなかったのです。ところが泣き伏した女を後に、やぶの外へ逃げようとすると、女は突然私の腕、へ、気違いのようにすがりつきました。しかも、切れ切れに叫ぶのを聞けば、あなたが死ぬか夫が死ぬか、どちらか一人死んでくれ、二人の男に恥を見せるのは死ぬよりもつらいというのです。 いや、そのうちどちらにしろ生き残った男に連れ添いたい。そうもあえぎあえぎ言うのです。私はそのとき然と男を殺したい気になりました。陰鬱なる興奮。こんなことを申し上げると、きっと私はあなた方より残酷な人間に見えるでしょう。 しかしそれはあなた方があの女の顔を見ないからです。ことにその一瞬間の燃えるような瞳を見ないからです。私は女と目を合わせたとき、たとえ雷に撃ち殺されてもこの女を妻にしたいと思いました。妻にしたい。私の燃料にあったのは、ただこういう一字だけです。 これはあなた方の思うように卑しい色欲ではありません。もし、その時色欲の他に何も望みがなかったとすれば、私は女を蹴倒しても、きっと逃げてしまったでしょう。男もそうすれば私のたちに血を塗ることにはならなかったのです。が、薄暗い藪の中に、じっと女の顔を見た刹那。 私は男を殺さない限り、ここは去るまいと覚悟しました。しかし男を殺すにしても、卑怯な殺し方はしたくありません。私は男の縄を解いた上、立ち打ちをしろと言いました。杉の根方に落ちていたのは、その時捨てた縄なのです。男は血相を変いたまま、太い立ちを引き抜きました。 とと思うと口も聞かずに、奮然と私へ飛びかかりました。その立ち打ちがどうなったかは申し上げるまでもありますまい。私の立ちは23号目に相手の胸をつきました。23号目に。どうかそれを忘れずにください。私は今でもこのことだけは関心だと思っているのです。私と20号を切り結んだ者は、 天下にあの男一人だけですから。快活なる微笑。私は男が倒れると同時に、血に染まった刀を下げたなり、女の方を振り返りました。するとどうですあの女はどこにもいないではありませんか私は女がどちらへ逃げたか、杉村の間を探してみました。 が竹の落ち葉の上にはそれらしい跡も残っていません。また耳を澄ませてみても聞こえてくるのはただ男の喉に断末魔の音がするだけです。ことによるとあの女は私が立ち打ちを始めるが早いか人の助けでも呼ぶために藪をくくって逃げたのかもしれない。私はそう考えると今度は私の命ですから。 ちや弓矢を奪ったなり、すぐにまた元の山道へ出ました。そこにはまだ女の馬が静かに草を食っています。その後のことは申し上げるだけ無用の口数に過ぎますまい。ただ都へ入る前に、たちだけはもう手放していました。私の白状はこれだけです。どうせ一度はお家の小に、 かける首と思っていますからどうか合計に合わせてください。公然たるタイ